ではですね、幽霊を見つけられなかったので日付を変えようと思うんですけど、その前にあのももちがね手紙を欲しがっていたっていうのもあるんですけど、ちょっと手紙を書こうかなと思っていて、実は前々からですね、月が変わったらやろうって思っていたことがあって、あの新しい試みとしてですね、ちょっとパート210代にして新しい試みをやろうとしてますけど、このずっぽし村に月間 MVP という制度を導入しようと思っていて、あのその月を通して動画をね盛り上げるのに最も貢献してくれた住民にお礼の手紙と粗品をねプレゼントするっていうのを、まあ、やろっかなって1年ぐらい前から思ってたんですよ月が変わったらやろうかなって思ってたんだけど、なかなか変わらないもんだからさ、ということで今ねゲーム内時間だと7月入ったところなので、 4,5,6 と3ヶ月分ねありますから、まあ、ちょっと過去分にも訴求させてね受賞者を選出しておりますので発表しますね。6月からいきましょう。6月の月間 MVP はこの方です。まあ回るでしょうないやー6月は回るでしょう。マールさん、6月かっこパート131から214の月間 MVP はあなたです。とても数えきれないほどの非常にクオリティの高い行動の数々、いつも本当にありがとうございます。助かりますなんだこの手紙。ずっぽし村おこし委員会、うんまあちょっとこの文面を見ていただいても分かる通りなんですけど、6月って非常に長かったんですけど、マールは本当ずっとまんべんなく大活躍でしたよね。なんか一つこれっていう感じではないんですよね、もはやただまあね、上げていくとしたら、あの釣り大会でしょ、好きですの口癖がデフォに戻っちゃってからの復活するまでの一連の流れとか、買ったナイフのやつとかまあ手紙もねいっぱいもらいましたしね、ほんとねマールがいなかったら相当きつかっただろうなっていうこの70-80%ぐらいはきつかっただろうなって思うんですよ。その感謝の気持ちとね、栄誉をたたえて粗品をまあ MVP T シャツしかないでしょう。MVP T シャツを送ってあげようと思います。はい、じゃあ次は5月ですね。5月の受賞者の発表に移りたいと思います。5月の月間 MVP は言えてないけど、月間 MVP はこの人です。うん、まあもうこれは決まりでしょう。5月はももちですよね。ももちさん、5月括弧パート61から130の月間 MVP はあなたでした。もしももちが引っ越していなければ、この動画は全く違ったものになっていたでしょう。もう二度とこの村から出さないからねずっぽし村おこし委員会、うん、これはまさにその通りでですねあそこでももちが引っ越してなかったら、まず流動枠っていうものが生まれることもなかったわけですからね。ほんと全然違ったと思うんですよね、動画的にもね。まあ最初の引っ越しは4月だったんですけど、5月はあの2回目のね引っ越しがあったんで、あの普通ね実況動画でパート1よりパート79の方がマイリス多いってありえないからおかしいですよね。いやもう本当文句ないと思います。5月はねももちですよ。MVP T シャツをね送ってあげようと思うんだけど、せっかくね服3番と4番で並んだんだけど、まあいいでしょう、送ってあげます。で、最後ですね、4月の受賞者の発表を行いたいと思います。4月の月間 MVP はこの方です。まあ4月は4月でね、いろいろとありましたので、ここは結構悩んだんだけど、桜島かな。桜島さん、
4月カッコパート1から60の月間 MVP はなんとあなたでした。表彰が2年2ヶ月ほど遅れてしまったことをお詫びいたします。最近はあまり目立てていないので努力願います。ずっぽし村おこし委員会まあ初期の頃は本当に手探りでやってて、まあ、その中でのあのザリガニ推しの一連の流れですよね、まあ、ザリガニ文化といいますか、今ではすっかり廃れてしまいましたけどもまあザリピーとかね、部屋にこうザリガニを敷き詰めてみたりとかね、いろいろやってましたけどあの辺の流れも最初に桜島が欲しがらなければ、刺身で食いたいって言わなければね、生まれてないものなので、あとまあ桜島って言ったらあれですよね、弱腰な稲葉葉よ手紙ですよね。これまでいろんな名手紙がね出てきましたけどあれは未だに金字塔ですよね。一文も無駄がないからね。まあちょっと今後もね活躍をね桜島さんには期待したいところですが、とりあえず4月の MVP 受賞おめでとうございますということで、 MVP T シャツを送ってあげましょう。はい、ももちがね手紙欲しがってたけど、ももちにも結果的に送れることになるんで、今日はこの3通でいいんじゃないでしょうか。えみさんよろしく。すごいね、すごい時間まで営業してんね、ここはね。だいたいどこも閉まるんだけどねたぬきちんちもエイブルシスターズもね、夜になると閉まるんだけど、ここだけ24時間営業してんだよね。頑張ってね。じゃあレターサービスもやっておきましょう。見知らぬ猫とか怪しい猫とかと同じく、この人もあんまり出番はないんですけど、一応ね PR カードがあるのでここで使っておきます。駅員さんです。ふん、うん、割とあの無礼な猿っていうね印象しかないんですけど、まあ、ちょっと見に行ってみますか。この曲いいよね。この曲いいっていうか、なんかちょっと浮いてますよね他の曲に比べてね、なんか深夜テンションっていうね感じの曲ですよね。深夜2時台の曲。おお、すごい生きとるな。博物館にいっぱい出したからな、化石。プレゼント付きは大半が博物館だと思うんだけど、あ、駅員さんでしょ。ハッピールーム、はいはい、博物館。おお、ベグスさん。そっか、風邪ひいてる時に俺送ったんだよね、手紙で。風邪が治ったんでこのタイミングで来たんだな。とりあえず博物館系だけ開けちゃおう。ハッピールームは、うん、微妙に高くなってるよね。じゃあベグスさんが鳥かな。ベグスさん鳥で先に駅員さんの方を読んでみようか。ウキキウキキとか言うんだっけ、あの駅員さん。稲葉さん、いろんな人が村を訪れ、そして去っていくんだっきゃ。人生とは終わりのない汽車の旅なのだっきゃ。だから引き止めないっきゃ。いや、引き止めろよそこはお前が引き止めれば悲劇は回避できるのに。去る者は追わず、いや追ってほしい雨の日も風の日も駅員、去る者は追え来る者は拒まずでいいから。プレゼントは何だろうな。記者関係？記者関係な気はしますけど。ああ、やっぱり線路の模型か。これだっけ？ボンがこの間自慢してたやつだっけ？じゃあ、ベグスさんの手紙行ってみますか。これ、どうなんだっけ？風邪回復した時の手紙って専用のやつあんだっけ？普通の返信が時間ずれてくるだけだっけかな。ああ、なんか可愛らしい便箋ですね。中華風だね。可愛い稲葉さん。可愛いのら、俺。お手紙が嬉しくて、ついついにやけるベーグルです。これすごく楽しいんですよ。大したものではないんですが、よかったらもらってくださいね。では、お体に気をつけて、ベーグル。これ何？すごく楽しいんですよっていう書き方ってことは、なんだろう。スーファミ？スーファミじゃないや。ファミコンソフト的なやつかな。
文面に対応してんのかな。レグスさん一体何を送ってくれたのか。開けますね。ロケットなんでどういうこと。すごく楽しいってなんだい。とりあえずじゃあベグスさんのロケットを見てみるか。でかーい。これ持ってない。これ初めてじゃない。こんな色すごいね。白じゃないんだ。これは楽しいね。これすごいな。これ嬉しいですね。風治った後なんかお礼くれるやつってでも直接話してももらえますもんね、確かね。すごいや、ペグさん。あと、線路の模型か。あー、はいはいはい。これは持ってるかな？なんか見覚えある気がするな。これいっぱい集めてね、こう、並べる系ですよね。あとは？あー、くずかごもらえましたね、これね。これは、やっぱ持ってないよね、これね。すげえ。これ何が入ってんの？空き缶ですかね。なんか入れたりはできないのかな。なんか人参みたいなの入ってない。生ゴミも入れちゃってないですか、これ。缶か。これちょっと置いとこうか。こんなもんですかね。これなんだっけ。なんで持ってんだっけ。はい、じゃあ、いっか。とりあえず今日はこれで終わりにしておきましょう。また継続してね、こんな感じで深夜徘徊していこうと思います。幽霊に会えるまでね。一旦日付変えます。こんにちは。皆さんご存知の通りですね、月曜日は幽霊に会うことはできなかったと思うんですけど、同じように火曜日水曜日と深夜帯で村をねうろうろしてみたんですけど、やっぱり会うことはできませんでした。で今7月4日の夕方ですね、6時30分で起動してるんですけど、7月4日はですね、エクセルが来たな、花火大会の日なんですね。夜7時から花火大会が始まるので、ちょっとそれに参加しようかなと思ってるんですけど、どうしよっかな。とりあえずエクセルに話しかけるか。ちょっとルーチン系は一旦置いとこうかな。ルーチン系もね、始めちゃうとさ、なんだかんだ長いからさ、ちょっと待って。リアルタイムで8月中にできれば幽霊イベントに遭遇したいなと思ってんで、ちょっと今日はルーチン系は省略しようと思ってんだけど、なんだよ。悪いかい。82,188ベル持ってたら。これなんだっけ。やだな。クイズだっけ。なかなかやるやつだと思ってたけど、そこまでとはな。さすが稲葉だ。よし。ケーキ漬けにこのロイヤルな本棚を友情価格で売ってやる。これ、売ってやると言いつつ、くれるやつだよね、確かね。じゃあ、もらうか。よし、受け取れ、稲葉ばあ。ロイヤルの本棚、ありがとう。もっとお金はいらないぞ、ズンス。そいつ受け取ったら、おいらたち、友達じゃなくなっちまう。言ったろ？友情価格だって。いくら持ってけ。ふざけんな、お前。俺からいくら巻き上げたと思ってんだ。こんなもんじゃ、お前の罪は消えないからな。お前には罪を償ってもらうからな。覚えてる。じゃあ掲示板とかマザーは置いといて、手紙だけ見ようか。来てるでしょう。手紙はあれですよね、表彰したんだよね、月間 MVP の表彰を行ったんで返事が来てる可能性がありますが、ハッピールーム、ももち、しかもプレゼント付きだ、マール、で桜島。すごい、み全員返してくれた。さすがだな。ももちはあれだよね、お手紙ちょうだい状態だったから多分 100% 返してくれる状態なんだろうけど、マールと桜島もさすがですね、ちゃんとね返してくれると嬉しいよね。ハッピールーム2つ、飛ばしたからか。
はいはいはい。ん？これは点数じゃないのか。稲葉さんへご案内。ラブリーな気分のあなたなら、なんで俺の気分がラブリーだって分かったんだい。テーブル、チェア、ベッド、ソファー、ローテーブル、ドレッサー、それからクローゼットやスタンド、他にもいろいろラブリーに揃えてみて。ラブリーシリーズはこういうラインナップがあるよっていうのを教えてくれる手紙か。すごい稀にこういうのもあるんですね。で、母も来てるね。母見てみる？ああ、朝顔のね、便箋になったんですよね。稲葉場へ、覚えてる？近所にあった八百屋さん。向こうはあなたを覚えてたわよ。あなたによろしくって、母より。ああ、なんか郷愁を誘いますね。俺の実家の近所にあったお店屋さんはもう全部潰れましたけどね。コンビニも潰れてるからな。もうね、群馬とかね、あれなんですよ。郊外型のショッピングモールでみんな買い物するから、ちっちゃいお店はね、ダメなんですよね。生き残れないですよね。なんでその話を。母からプレゼント珍しいね。おう。あ、これあれか。八百屋さんがくれたってこと？嬉しい。果物屋さんではなくて八百屋さんなんだね。群馬のリンゴだ。じゃあ、いただきます。うめうめ。じゃあ、どうしようかな。どの順番でいこうか。桜島、レアだからな。桜島鳥にしようか。手紙を送った順番でいく？マール、モモチ、桜島かな。じゃあ、マールから行ってみます。マールの手紙。たくましい稲葉おばさんへ。遅いです。遅すぎます。え？お手紙待っていたのに。悲しい気持ちで目覚めたら、ユーロビートを大声で歌うようにしています。ユーロビートって歌詞あったっけ？またお話できるといいな、マールより。俺は、なんですかね。月間 MVP の受賞を確信してずっと待っていたってことですかね。早々に送ったはずなんだけど、6月受賞者には。あれなんかあれだね、揺さぶられてる感じすんね。恋の駆け引きってやつか。じゃあ、ももちの手紙も読んでみるよ。季節がすごいな。チワース、稲葉ばあ。ハロー。早速あんなすごい手紙をくれるなんて、お前って才能あるんだな。才能に溢れてたかい？おまけにプレゼントまでもらえて、おお、おいら、もうメロメロだ。友達になれてラッキーだぜ。ラッキーガイ、ももちより。おお、なんてストレートな。すごいなんか対照的ですよね、周りのやつとね。揺さぶりない感じしますね。プレゼントなんだろう？これはプレゼントは何でしょうか？開けてみます。あ、はあ、はあ、はあ、すいません。取り乱しました。愛かい？愛なのかい、ももち。すごく嬉しいよ。これは、体に巻いたりはできないのかよ、この絨毯は。超嬉しいんだけど、これ使う？これを使って部屋を作るか、じゃあ。ありがとう、ももち。本当にメロメロにしてしまったということだね、僕はね。じゃあ、桜島さんの手紙も読んでみます。なんか俺系っぽい感じの、和風な感じの便箋ですね。青ぐらいの稲葉場へ。え、こら、稲葉場。飯はちゃんと食ってるのか？おめえのこと、パールが完璧って言ってた。そうなの？マールから直接来た手紙だとね、ちょっと遅いです、みたいな感じで言ってたけど、裏で俺のことを？これなんか裏があるぜ。俺って不器用なのかな？意味がわからないけど。これすごいな。連携してきたな、マールと桜島が。これはあれですよ。7月も狙ってますよ、マールが。7月の月間 MVP 狙ってきたなぁ。すごい。すごいよね、ほんとね。ももちのも良かったですけどね。じゃあね、花火大会が始まるまでなんですけど、7月4日はね、実は、あれ？ガリッチョじゃん。どうしたの？遊びに来たの？
おまんは稲葉ちゃん。なんかエクセルは上機嫌だな。それにしても今日はよく遊んだわ。もうね、夕方ですからね。稲葉ちゃんも明日に備えてゆっくり休むのよ。いやいや、これから花火大会でしょ。行かないのガリガリは。これ、今日花火大会ね、みたいなコメントないのかな。ありそうだよね。ねえ、稲葉ちゃん。タイのフラメンコ見てみたいと思わない？ええー。うん。あ、ごめん。本当はあたい踊れないの？なんだよ。ちょっとだけ踊り子の気分を味わってみたかったの。フラメンコと言ったら、ジェーンさんですかね。適当ですけど。でも稲葉ちゃんがあたいに好意が、いや、そんなことない。別に好きじゃないよ。あたいに好意があるってことが分かってよかったわ。好意があることになるのかな、うん、フラメンコが見たいっていうのは。XL ガリガリ見てみる。結局花火に言及はしてくれなかったな。ガックス L ですね。あ、みかん食いてーこれやっぱさ、出てくる回は変わったよね、7月になってね。みかん食べたいって言ってなかったよ、おいらけ。何よ、突然ね。そうだね。ガリガリ見てたらなんかみかん食いたくなった。どういうこと？どういうことかしら。ドゥンス。え？それ、いや、ちげえだろ。それって愛の告白？スイッチ。これを、ももちとの間で炸裂しなくてよかったね。俺も炸裂するとこだった。いや、やだ、あたいまだ心の準備が。やっぱりなんか食いたくなくなったよ。ちょっとそれどういう意味？うん。すごいいい会話でしたね。なんか平和な気持ちで見ることができましたね。